いつも、たくさん一緒に歌ってくれてありがとうございます。あさってで、シング初めて、丸2年になります。2年です。なんかあっという間でしたねいつもあの素敵な歌声を聴かせてもらって、本当に嬉しいです。今日は、皆さんにちょっとお知らせがあります。まあ、個人的なことなんですけれども、1年ほど前から、まあ、自分の歌声を残すっていう意味もあって、カバーアルバムなるものを、ここアビーミュージックスタジオさんにお願いして、作成を進めてました。そして今日は、それが完成したので、皆さんに一応報告させていただきます。一応これですね。こんな感じです。で、このカバーアルバムを作るにあたって、協力してもらって、まあ、プロデュースもしてもらった、レコーディングエンジニアの、鳥修二郎先生をちょっと紹介したいと思います。今ちょっと作業してありますけど読んでみますね。先生ちょっとだけお願いします。あ、どうもこんにちははい、鳥先生です。わー、パチ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 今回ですね、あの1年かかりましたけど、あのなんとか素晴らしいものを作っていただいてありがとうございます。はい、一応ね、皆さんにあのどんな楽曲が入ってるかをちょっと紹介したいなと思います。はい、まあ、こんな感じやねんけどね。はい、あ、今僕の歌声も流れてますけど、今流れてるのはね、これ何曲目でした。はい、さよならの向こう側ですね。6曲目、さよならの向こう側ですね。一応まあ、いろんな人の、まあ、名曲と言われるものをカバーさせてもらったんですけど、はい、どうでしたどうでしたっていうか、それこそ歌った本人がどうですか実際のところね、その歌手さんの、オリジナルをちょっとまあ無視させてもらうというか、自分の個性を前に出して、今回ちょっと歌ってみようかなっていうのをチャレンジさせてもらった感じですね。なんかどちらかというとカラオケでもやっぱりその元のアーティストに似たような歌い方になりがちなところ、はい、まあ、やっぱりそのキャリアというか、はいはい、オリジナリティのあるカバーアルバムになってると僕は感じます。そうですかもうめっちゃ苦労したんですけどね。そうですね、はい、もういろんな楽曲があるんでね、もう多分この辺りはあんまり考えなしに良かったんやけど、はい、ありがとうございます、ね、いろんなジャンルのいろんなアレンジの曲があるんで、はい、ね、まあ、その歌い分けがところでもあると、はい、そうですね、ありがとうございます。鳥居先生は、まあ、エンジニアなんでかなりこういじってもらったと思うんですけど、はい、いじりがいありましたか。まあ、そうですね、はい、いい曲が多いんでいじってても楽しいですし。そうですか、まあ、基本ちゃんとできてるんで、はい、そんな不自然ないじり方はしてない。あ、そうですか、ありがとうございますってことは、聞いてもらう方にもちょっと楽しんでもらえる感じに仕上がってますね。うん、だと思いますね。よかったよかった。そう言ってもらえると、ね、有名な方がカバーしてるのを聞くのと同じように、はい、新鮮な感じで聞いてもらえると思います。 ありがとうございます、はい、で、今回ですね、このカバーアルバムなんですけれども、まあ、個人で楽しむために一応作ったものではあるんですが、ぜひ、まあ、聞きたい、聞いてあげるわとかっていう方がもしおられれば、こちらから、この CD を発送させていただきます。で、基本的に、個人で楽しむものなので、費用なるものは発生しませんですね。はい、ただこれを作った、まあ、本来の目的っていうのもありまして、まあ、私が、まあ、ペット業界にもう35年ほどおるんですが、それの、まあ、その何か自分にできることがないかと、思った時にちょっと、犬猫の殺処分ゼロを目指したくて、啓発活動をしたいなと、その一環としてじゃあ自分には何ができるのかと考えた時に、せっかく出会った有名な、先生とかも協力も得ることができるので、曲をねちょっとこう啓発殺処分ゼロを啓発できるような曲を自分が作詞をして、
世に4曲ほど出したいなと考えています。でそれにはまあ、いろんなところで費用が発生してくるので、作成するにあたってちょっとやっぱりお金の面も必要になってきます。ですので今回はこれを聞いてくれて、まあ、ビッツパパさんに応援するよとか頑張ってねとかっていう方がもしいてたら寄付っていう形でいただけたら本当に嬉しいです。自分ができること、この世の中で自分ができることを、まあ、これから、残り少ない人生を一生懸命やっていきたいなっていう気持ちでいてるので、まあ、どんな曲ができるか分かんないですけど、ちょっと自分なりに社会貢献できたらなと思ってます。寄付に関しては、この CD の中に、振り込み先を入れてお渡ししますので、もう金額はもうほんまにもう全然こだわりがないので、もう気持ちだけでいいので、振り込み もう匿名でも全然大丈夫なので、少しでも協力いただけたら本当に嬉しいです。はい。で鳥居先生にも、作曲していただけるよね。大丈夫ですよね。はい、頑張ります。はい。まあそんな感じで興味がある方、シングのメッセージ欄を通じて送り先などの詳細を送ってもらえたら順番に発送させていただきます。ね、ここのレコーディングスタジオで、まあ、汗水垂らした成果をよかったら聞いてやってください。はい。ということで今日はカバーアルバム作成できましたという報告でした。ではありがとうございました。